次はスタンフルツイストをやっていきます。スタンフルツイストというのはバク宙の1回ひねりです。それもその場の1回ひねりになります。バク宙の応用であったバックレイアウトというものをしっかり練習した上でやってください。バックレイアウトとの違いはあまり反らないことです。体をすぐに反ってしまうと回転が低くなってしまうので、やや斜め上に引き上げてください。で、この時に手をすぐにひねりに行かないようにしてください。しっかり体の上を通してから横にひねってあげてください。意識としてはしっかりこの上半身と下半身がつながってるという意識を持ってやってください。この意識をしっかり持ってないと飛んだ時に上半身と下半身が外れてしまって、こうひねりの途中で回転力がなくなって落ちてしまうだとかっていうことになるので、しっかり飛んでひねって、この時下半身もしっかりついてくるというような意識を持ってやってください。スタンフルツイストの一番のポイントは最初に言ったしっかり真上を通してからひねってあげる。これができてないとすごく低い軸で回ってしまって落ちてしまいます。なのでしっかりまっすぐ宙返りをしてひねってあげてください。